沖縄の〇〇の悲しい始まりましたね。新コーナーですよ。うう、念願の新コーナーですよ。似てますけどね、〇〇のコーナーとね。ちょっと違いを説明していきましょう。似て、似て、似て非なるものですから。ですから <laughs> ですからですから,すからどうしたどうしたいや、ちょっと緊張してるんですよなんで新コーナーで緊張するす今日は、今日はあ、じゃあこの話がね。ああ話をね。うんまあ、説明したら分かると思います。はい、このコーナーは沖縄の、えー、話を ご紹介していきたいいいと思ますろんな話をねはいいろんな話ですよ昔話とかためになる話とか戦争の話とかいろんな話をちょっとこちらでご紹介できたらなとでさいうことですよでさそういう話をあるわけじゃんいっぱい昔話とか戦争の中いろんな大変だった話とかんでコロナの今回何が俺は苦手だって言ってんだろ では、ご紹介しましょう。今回のまるはー、はい、早く、SE、交換、交換。<laughs> いよいよ今回のまるはー、るは怖い話ああ、終わった。いやー来ました。夏ですね、皆さん終わった。った夏が来たから、 もう一回歌ってもらいます。行こう。歌わないの。いや、本当はチューブを歌おうとしたけど、全然出てこなかった。いや、もしかして、今、夏休みって言おうとしたの。ああ、夏休みって言おうとしたの。あ、それだ。なん、なんて言った、今。夏が来る、ゆゆいの歌たち。それ。ゆいの。それで、オーブン巻きじゃないの。夏が来るじゃないの、それ。あ、う夏が来る。夏が来る。だそれ、オーブン巻きだろ。 まあだあ大黒摩季か誰だゆいって <laughs> それ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 ,それチューブでもないし全然出てこなくてゆいしか出てこない <laughs> <laughs> 俺が歌うもんじゃないなメロディー的にはああ夏休みだったからね <laughs> ああそ,そっちか、うん、でも歌詞は「夏がクールだったから <laughs> ごちゃごちゃゃまあまあまあ気を取り直して怖い話ですよまあ夏にぴったりですかね僕らいろいろ持ってますよ持ってます沖縄住んでたらね聞きますよいやでもね日本の幽霊総本山総本山いやそれ失礼だ沖縄に。 どこでもあると思うよまあもねまあでも気持ち悪くなるとかいろいろ聞くじゃないですかあそうそうそうねやっぱりねどっか新鮮のとこ入ったりとかねそうですよ多いですからねはいまあ少なからず経験もしてますから皆さん僕らが聞いたり体験した怖い話をちょっとご紹介沖縄のねそう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 ご紹介させていただきたいなと思いましてね出た何川淳女だっけ宮宮川川 これ人聞いた話なんですけどねそんな感じだ確かに今のはちょっと効果音的な感じそうですねはいはいそれぞれのキャラクターがあるわけですからいや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 ないよ宮村ではいかないよまあまあまあでは怖い話をちょっとやってみましょうかね今回は2週にわたってちょっとお送りしたいなはいはいまあまあだから僕も話すし長見でも話すし僕も話しますよ話していきましょうかね早速じゃあ行ってみましょうか 行きましょうか。まあドキドキしそうだな。怖いわ。俺も怖いんだ今。ビビりビビりだからね。そうそうそう。こういう話をするとさ出出るって言うじゃない？ああそうそうそう。ダメなんだよだからそういうの。僕もねあの友達とねえっと二十年前の話かな。えっといや入ってないよまだ。今何顔順序だった？のんな顔順だった。みんな顔いやでも本当にあのジオとかが流行ってた頃なんですよ。僕らの時期ねビデオテープのはいはい。 で時音が流行っててその友達でちょっとお泊まり会しながら見ようみたいな夜ですよ<お>見てたらカタンってカタンってなるんですよ、うん、であの夏だったんで、うん、あのクーラーを締め切ってるんですけど締め切ってクーラーしてるんですけど、うん、カタッカタッてなんかキッチンの方から聞こえてくるんですようん、うん、で怖くなって一回止めて、はい、キッチンの方行ったら キッチンの上に鍋蓋を飾ってて飾ってるわけじゃないでか置いてあった閉まってるわけねかけてるわけですそれが回ってるんですよえずっと風もないですよ全然ずっと回ってるんですだからキッチンだからエアコンも全然つけてない部屋だけにつけてるからそれで怖くなって止めてそれ以来中央は見てないですだからエンディングがちょっと気になるちょっと待てよ パンくし終わっていいあなたの家のライト全部つけて僕の家全部暗んにしてるんでそうそう真っ暗だからね雰囲気もあるんだよね今ほんとそういうんかあってねほんとにラストがちょっとずっと気になってるこの20年間んかね肩が痛くなってきたこれはそれ朝からでしょ寝違えただけでしょ寝違えちゃってさ肩が痛いんでまあまあそういう話もありましたねじゃあ次宮城さん え今それ話したのいやいやありますよちゃんとありますしっかりしたやつあのも読んで大して怖くなかった今の確かにねいやでもあの時は本当怖かったまあまあそうね怖いね中学校の頃ジュオンめちゃめちゃ怖いんだあの頃ねまあ C G を使ってたけどジュオンのねまあリアルに見えるわけですよ小学生であの時代だからジュオンれだっけあの小さい子供が出てるやつだっけ そうくんねもうそれ以来屋根裏とか気になっちゃって押し入れとか開ける時とかさすげえ気になったのはお前の家屋根裏があるんだ屋根裏というか押し入れの上みたいなあれは屋根裏じゃないだろあれが開いてたりしたら怖くない超怖い怖いでしょ想像力豊かだからさそういう頃の時さ 怖い話をとかさ心霊写真とかテレビでもやるじゃないどっか行ってきましたみたいなのでなるとさんかちょっとしたことが気になるよねもうそうねカーテンの隙間だったりさドアの隙間だったりとかはいはいはいお風呂も入ったらさもう目つぶらないんで怖くてそう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 ずっと目開けてシャンプーしてるんだ俺わかるわかるわかるでちょっとずつ流してで目赤くなってるよそうそうそうギリギリまで目開けて最後のとこだけ目つぶってガッガガガ終わるっていう一瞬でね 後ろが怖くなるんで怖くなる意識しちゃダメそうそうそうはいはいまあそろそろね時間もあれなんでね温まってきましたんでいきましょうか何があったまってきたあ場があったまってきたんでここからちょっと雰囲気を出しましょう作っていきましょうだったら交換音も流してくださいねいずれほら呼ばれるように峰川淳二でそうだね宮川淳二で宮川淳二でね呼ばれるようにちょっと雰囲気を作ってねやっていきましょうかはいちょっと交換音もたまに僕が家入れていきますよ カラス <laughs> それでなんか怖くなっちゃったなゴシックなあれがあるじゃんああカラスの鳴き声なんてさ、ねうんね、ベターじゃんかぁ<ー> <laughs> アホそうこのカラスおおおおこのカラスアホそう怖くなるように言ってもらっていい <laughs> 最大最限最大限,最大限 <laughs> そうだったもうこれこの話だけで時間過ぎちゃっていい <laughs> 確かにはいはい話していきましょうはい、はい、どっちからいきますどっちがいいですかいいっすよじゃあいいっすよ 僕からきますかっごい怖いかは任せますねまあまああんまり怖すぎてもなまあねもうラジオできなくなっちゃうそうそうそうまあじゃあ心臓の悪い方は本当に気をつけて切らないで聞いておいてください聞くんかい聞いてほしいから音を音を消して聞いてくださいじゃあまあ一発目は永峰さんからはいじゃあ話していきましょうかえっとですね はい、でも僕の友達ちょっと待って、はい、俺さ相槌打った方がいい黙って切った方がいいよう入れれるなら別に本当はいじゃあじゃあそうするどういうこといやなんか相槌とか入れたら邪魔かなと思ってさあーもういいんじゃないですかまあいいっすかね、うん、まあまあ,じゃあそん時その時で邪魔な時は殴るんで <laughs> そっちのは怖いね <laughs> 何も言わずに殴るんで何か言えよ <laughs> <laughs> はい,はい、はい、じゃあ話いきましょうかはい、はい、えっと僕の,あの友達から聞いた話なんですけど僕のその友達の友達の高校生の同級生でだから小学校の友達の弟の,弟の話なんですけど、はいうん、えっとその時ね名ーヌーカーって知ってますね名ヌーカーってあのカーが井戸でメーヌーが確かあのなんか参拝 する井みたいな池みたいなとこがあるらしくて沖縄の人って結構そういうの迷信迷信というかんかまあ水があるとこはね参拝というかそういうのにちょっとあれじゃないですか情熱的じゃないですか情熱的っていうかそういう信仰があるんだよねいろんなものにねそうそう信仰宿ると思っからだからその井戸に行ってお金をこう入れるのがまあ神社でいうその何お金入れるやつあるじゃん 箱みたいなな感じのとこんだからそこに行ってお金をこう入れたりその前になんか線香を立てるとこがあってそこに置いたりしてその右がというかお願いをするわけなんですけどでそこでの風習が沖縄ってね3枚入れるわけよそういう時ってわかります宮城さん。わかん線香も 沖縄のって本ですこっちでは多分珍しいと思うけど6本がつながったやつをパキッて真ん中で乗って1人3本なんです3本の意味が1本目が神様もう1個が自分もう1個がご先祖様っていうしきたりというかあって絶対にその3枚を 入れていくみたいな感じでそこでもいろいろお金を入れるのは3枚ってなってて、うん、その僕の友達のね、あのー、弟 <laughs> がいるんですけど、まあ、その小学校の近くなんですよ、はい、そういうとこで。はい、で小学校の,その弟さんがなんかお金を見つけて、はいえっと、それでなんか駄菓子屋で駄菓子を買おうとしたらしいんですよ。 置いてたお金を盗盗んんでも周りの友達は「やめろやめろ」って言ってたんですけど「え大丈夫だよこんなの」みたいな感じで子供だからねやるわけじゃないですかそれで駄菓子を買ってお母さんにも不思議からだたんですよ「お小遣いも渡してないのんでこんな買ってくるの?」ってその子が嘘ついて「友達から借りた」みたいなこと言ってだからちょっと返したいから300円ちょうだいっつってその子もちょっと怖くなっちゃって返しに行こうとしたんですよ。 <coughs> <coughs> そしたら、あのー、途中で駄菓子屋の前通ってちょっと誘惑に駆られちゃって、うん、買うわけですよでお金がないわけじゃないですかでまた <laughs>、あのー、お家帰って、はい、まあそれはもう黙ってたんですよね、うん、親にね「返した返した」みたいな感じでうん、うん、それでえっとで何日か経ったら、うんえっと、寝てるときに。うん あのー、周りの,あの家族お母さんお父さんとかお兄ちゃんとか寝てるんですけど、うん、なんか歩く音が聞こえてきて、はい、肩をポンポンポンって3回叩かれるんですよ、うん、まあ,あの毎日夜、はい、それで怖くなって返しに行こうとしたんですよお金をねあそのせいだと思ってねそうそうそう,そう、はい、呪いだみたいな感じでね、はい、でそれで、えっと、親からねお金を借りて返しに行こうとしたんですけど そこであのお参りにっていうか参拝に来てる人がいてちょっとそこであの返すのをやめたらしいんですよ、うん、あの恥ずかしくなって、はい、自分がやったことに対してねうん、うん、人がに見られるのが、うん、でそれもでやめてまたお家帰って、うん、で まあ一向にその呪いというか夜寝るときにだから足音聞こえてきてポンポンポン鳴りやまないと、うん、で怖くなってもう本当に今度こそ返そうっつってその借りた300円あるじゃないですかまだあの使ってないんで,でそれを返しに行こうとしたら交通事故に遭っちゃってであの大事にはなんなかったんですけどまあ足が折れてで病院にお母さんと一緒に連れて行ってであのギブスを巻いてもらってその帰りですよその,あの井戸のところにね前を通ろうとしたら お母さんがあのちょっとあの参拝していこうみたいな感じで、うん、行ってその300円を、はい、だから1枚は神様、うん、石内はその子供のため、うん、でもう1枚はご先祖様にって、うん、行って参拝して帰ったらもうその夜からもう肩を叩くのはなくなったらしい、うん、何が原因かわかんないですけど、うん、っていうのがあったらしいです。ちょっっと寒くなってきたね <laughs> <laughs> だからそれがなかったらその子がどうなったかはちょっと分かんないですお母さんも気づいてはないけどたまたまやったことがよかっただね子供が運悪くなったから,から参拝してなんかみたいな、うん、それやってなかったら交通事故だけでは済まなかったかもねその次はうんこれ以上ね、うん、返さないっていうなるとねそうかもうんみたいのがあるらしいです、ね、こだから五先の信仰っていうかそういうのってさ結構やっぱ悪いことして返ってきちゃうよね、まあ、この話ちょっと遮っていい もう終わりました似たような話があって、これ実際僕が体験した話なんですけど、僕らの学校の隣に公園があって、ちょっと高い丘みたいなの登っていけるんですよ。登るってもそんな高い山じゃないですけど、ジャッコンと来てたらみんなそこで登ったりして遊んだりしてたわけです。そこにお墓じゃないけど、供養する場所みたいな沖縄あるじゃないですか、よく多分それ、あれじゃない 沖縄の海湖かなああ、なんか、戦争の後のあれか、<ー>もしかしたら新しく作った、でそこのほうで保ってるんですよ、みんなで、はいはい、おしゃべりしたりね、中三<ー>の時かな、その時に、そこのお参り、おはあこの参拝とかしてる人もいるからはい、はいで、そこでお金とか置いたりしてるわけですよ。<ー>で、そのな友達の中の一人が、それを持って帰ったんですよ。俺や<ー>で、俺は、それやめた方がいいよ、そんなの。 なんかあるよって言って、うん、あるわけねえだろって、<laughs> ってパッてやって、まあ、100円とかね、<laughs> はいはい、200円とか、まあなんかこれでジュースとか買ったんじゃないですか、そういうのよくねえと思うけどなって思いながらも、うん、それで終わったんですけども、その後、日、1週間後、2週間後あったかな、はいはい、体育館でバスケしてて、はいはい、で、飛び箱のマットあるじゃないですか、うん、あ飛ぶやつ。 危ないんだけど、あれをちょっと重ねて、ダンクをやってたんですよ、みんなで。<laughs> やるよねそれよねく <laughs>、うん、やってたら、みんなでやってて、はいはい、10人ぐらいで、そいつの番になって、はい、そいつがダンクしたら、体勢崩して、頭から落ちて、<っ>そこから痙攣しだして、ここ出身して、で救急車だ、だ救急車で運ばれたのかな、さだ<ー>、まあ、かじゃないんだけど、だから、それなった時に、それじゃないのって、俺はばって思った。確かに そのお金取ったたたりいいずらしじゃなけどさまあわかんないけどねこればっかりはたまたまの可能性もあるけどでも返しに行った方がいいと思うよそれは本当にそれちょっと思い出したそれは怖いなそれ大事にした方がいいよ俺も友達のおばあちゃんちでお金パクったの返しに行った方がいいからそれ絶対返してよ今今行けよ小学校の頃だから時効じゃない今行けよ 絶対ダメだわそうかなもう死んでるけどね多分だからそれをもう覚えてるんだよああお墓参りにねいっバレてないまあまあそうだねだからいいってわけじゃないけどねちょっとボケったしねいやあのおばあちゃんじゃない友達のおばあちゃんああお前のおばあちゃんじゃないんだ友達のおばあちゃん現地のおばあちゃんじゃないわけねまあちょっとね一発目から怖かったですけどんそんな感じの話があるみたいですね気をつけましょう皆さんねえ じゃ次僕の話なんですけどもお盆ってあるでしょは沖縄で言えば旧盆ですかシーズンですねシーズンですねでなんですけどもこのお盆の時は海で泳ぐなっていう知ってああ言われますねよくあるじゃないですか幽霊が盛んになるからねそう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 で泳いだら海からちょっと引っ張られるよ死んだ人に霊にねいるよっていうあるんですけどもでこっからまた 僕聞いた話なんですけどもあるグループ、まあ、中学生高校生ぐらいですかね、うん、はもう「ボンだから泳いじゃダメだよ」って言われてるのに関係なくあの海で泳ぎに行ったらしいんですよ。あいますよねいるす若い子は本当に。うん、でまあバーって遊んでさ「はいはい、あなんもねえじゃんやっぱりさ」みたいなってやって、まあ、写真とかも若いから撮りまくってはい、はい、バーってでやってで遊んだんですってはい、はい、でそこから一人の男が溺れちゃって。 そななくっっちゃったらしい溺れるようなとこじゃないだろちょっと飛び,降り飛び降りっていうかそのちょっと下とこからね 1m ぐらいのとこから飛んだり、はい、遊んだりしてたんですけどもいやでもそんな溺れるようなあれじゃないのに<う>ってなでまあ親とかそういう親戚たちはお盆にこうやって泳ぎ握ったりするからだよみたいなはいはいいやそんな言い伝えでしょそれっていう <laughs> <laughs> ってなったわけじゃないですかはい、はい、で後日 ちょっと落ち着いたときにね、写真を現像したんですって、はい、みんなで写ってるところ、海,海でねあ、その日のね、うん、その日のね、悲しかったけど、まあ、その友達の思い出もあるから、うん、あの親に渡したりとか、はいはい、友達同士で配ったりとかしようと思ったんでしょうね、はいはい、でバッて現像した写真を見たら、みんな笑顔でピースしてるはい、はい、とこの海から手が何十本 <laughs>、えー、出てたんですって、こっち来いみたいな。<わ>怖くない やばこの話へえ<ー>あったらしいよいやーそれは怖い、ね、俺それ聞いても背筋 <laughs> がお「おおおおおおやっぱだからあのー、ねお盆の時は泳いでると死者に足を引っ張られるうん言われてますねだから引っ張られたんじゃないかっていう、うん、絶対入っちゃいけないもんね入っちゃいけないほ、うんとに絶対行かないもん昔からも行かない俺も行かない近づかないそうそうそうこういうのって俺信じちゃうからさいや俺も信じてんだよね、うん、それ そんなの関係ねえよってやつが多いじゃんあと<ー>若い時とかねまあ若い子はね、うん、でも俺はもう無理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 ,無理、うん、でもどうなんだろうね俺らはさそれ聞いてるからじゃん聞いてるから行かないけどさはいはい観光客なんてそれ知らないじゃんまあ吸盤でしょ吸盤<凡>しかも沖縄の言い伝えなんて知らないからさ<ー>泳いでるよねいや泳いでるでしょ知,知そういう事故とかないの大丈夫なのかね泣いちゃうだからいいのかね 何地元優先みたいなそれだけやめてほしいねそこの優先はやめてほしいよねいやっていうことがあったらしいですよいや怖いですねいや怖い特に沖縄なんて海に囲まれてるからさそうねそういう事故なんて結構多いじゃんいや水難事故は多い水難事故多いよねいやんかありますかその関係関連した話が何の海とかに海うん いや1個言えば僕泳ぎうまいぐらいですかね僕もうまいですけどね <laughs> <laughs> それ怖い話だもん怖い話 <laughs> <laughs> まあじゃあ僕が釣りを嫌いになった理由っていうのがあるんですけど怖そうじゃんまあなんかそのあれモアイ文化じゃないけど、うん、<coughs> 沖縄ではそのよくあの何同級生とかで、ね、大人になっても集まるじゃないですかお金を出し合ってねそうそう、うん、それであのたまにその休みの日にね、うん 海に行ってキャンプするんですその親の同級生と子供とか嫁さん連れてねそういう風習があってよく行って海行ったらみんな釣り好きじゃないですか釣りやるんですけど僕小4ぐらいの時にだから初めて釣り行ってで渡されて自分で作れないからね投げてみろっつってフィッシングってか何これ振るやつやるじゃないですかそしたら初めてだが分かんないから。 そのままポンってやったら重りだけピッと飛んでって <laughs> 切れちゃったわけですよ <laughs> それ以来もうつまんなくなってやめました <laughs> そうですかってしか言えないじゃないかよ <laughs> <laughs> めちゃめちゃそれ以来嫌いなそのなんかすっげえ記憶に残ってその重りが飛んでったのかそれがだいぶがっかりだったんじゃない<ー>周りが楽しくこうやって、うん、恥ずかしいじゃんしかもだいぶ下の方だったから全、ね、齢<ー>的にさ それも、ね、多分ちょっとひねくれも入ってね心になか傷を負った一日でしたね、うん、<laughs> そっから性格がここなったんだないや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 そっからもう釣りは嫌いですねあそっからやってないんだもんもうやってない友達に行こうって言っても見てる<ー>何が楽しいかもよく分かる見てるだけも面白くないだろう <laughs> <laughs> な,らならやれよ <laughs> やりたくはない絶対釣り面白いけどないや何が楽しいかよくわかんないんですよねあれねなんかね不思議とね 釣釣れれれるる人人とないって分かんだあの俺釣れない人なの友達同士で行ってやってやるけど俺だけ釣れないのよ毎回でもう一人の友達は絶対釣れるの誰が釣れなくてもこいつだけ釣れてさなんでっていうぐらい宮城さんだけ釣れない俺だけ釣れないこれ怖いでしょ怖いね 運が悪いか下手だからどっちか。まあまあというわけでね。第一弾はこんな感じで。お送りいたしました。や怖がって。怖いね。第二弾も怖いんだろうなこれ。まあねまあ夏なんでねヒヤッとしてそう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 はいはい。まああのね家の中で聞いていただければ。まあ車の中でもいいしね。真っ暗な部屋で。超怖いな。トンを被って聞いてください。まあまた次回もお送りいたします。よろしくお願いします。 ああもう12時かそろそろ飲み終わったお客さんが乗車してくる頃はいかおいたいたお客さんどこまでお客さん式奈園式奈園ここ名護ですよ きなまあお客さんがいいならいいですけどお客さん顔色悪いですね飲みすぎちゃいました愛想のないお客さんだなふっ <laughs> 夏ですけど夜はまだ冷えますねクーラー消してもいいですかクーラー消しますよお客さん着きましたよお客さんえ <laughs> いないえ お客さんいやあ着いたすかいやここの方があったかいんだ舞いやらしいことしないでくださいよ <laughs> 沖縄のおいしい料理遊び場観光地はもちろん花場スポットパワースポット心霊スポットにいつでもどこでもどなたでも。 お届けいたします沖縄の移動は沖縄警備ンタクシーにお任せください沖縄を満喫しよう